視聴ありがとうございます。予約屋の花澤です。今回はストレスに効くツボ5つをご紹介します。1つ目はアモンです。背骨の出っ張りのまま上に指を滑らせていただいて、真ん中ですね、真ん中の後ろをゆっくり滑らせていくと指が止まる場所があります。ここがアモンです。足の部分ですね、斜め上に押します。頭の形に沿って直角に押すイメージですね。これで息を吐きながら1、2、3、4、5とゆっくり押してゆっくり戻します。3回ほど押してください。いきますよ。1、2、3、4、5、押して吐きながら押して、吐きながらゆっくりと離す感じですね。離すと言っても、パッと離すわけではなくて、徐々に力を抜いていく、減圧していくっていうことで、このような中指でまっすぐに押していく、ゆっくりと力を抜いていくっていう感じですね。で、続けてですね、天柱になります。少し首をうつむけると太い首の筋肉がありますので、両脇両サイドにこちらにもくぼみがありますので、それぞれこちらも押します。でこちらもさっきと同じ要領で中指で押していってください。で、1、2、3、4、5、息を吸ってゆっくりと1、2、3、5、じわじわと抜くように同じカウントで5秒で入れて5秒で離す。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、じわじわとただ触れているという状態に戻してください。で続いて百会というツボになります。頭のちょうどてっぺんですね、耳の延長線上と眉間の延長線上を結んだ場所になります。この頭のてっぺんど真ん中のところでぐーっと、真上から真下に力を乗せていくような形ですね。両手を組んで親指を2つ出して押しても大丈夫です。ぐーっと真上から真下に上指でぐーっと圧をかけていくって形ですね。これも1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5で息を吐きながら、圧をかけていって、1、2、3、4、5で圧を徐々に抜いていく、3回ほど行ってください。これがやりにくければの中指とかで、そうですね、このような手の形で作っていただいて、ぐーっと押し込むようにしていただくのでも大丈夫です。まあツボ押しグッズがあるようでしたら、そういうものを使っていただいた方が押しやすいかもしれません。まあコツとしてはやっぱり リラックスしてやっていただいた方がいいですね。このツボは体の余分な力を抜きますので、イライラしている時とかにリラックスする、頭痛ですとか便秘ですとか緊張からくる症状に効果的なツボです。で残り2つなんですけれども、今度は手になります。手にあるツボです。まず老朽を、老朽の場所はこのように手を軽く握った時に中指が当たる場所です。手のひらの真ん中ですね。でここをこのように親指を当てていただいて、で組んでぐーっと押し上げるようにして押すのが効果的です。1、2、3、4、5、吐きながら押して、1、2、3、4、5、吸いながら戻します。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、ふーっ
と1、2、3、4、ふーとかはーとか、はーの方がリラックスしやすいですね。はーとため息を吐くような形で1、2、3、4、5で押していただいて、ふーっと抜いていくようにしながら息を吸いながら戻します。3回行います。で次はですね、五穀ですね。五穀っていうのは親指の骨と人差し指の骨の交差する場所になります。万能ツボの一つでして、痛み止めとか炎症止めとか多岐にわたる効果がありまして、よく使われるツボですね。このように結構こうしっかりと響く感じがありますので分かりやすいと思います。で少し、まっすぐ上から押すだけだと感じにくいんで、ちょっと骨に潜らせるようなつもりで人差し指側にですね、ギュッと指を入れ込んで押してください。で1、2、3、4、5です。でゆっくりと1、2、3、4、5抜いてください。1、2、3、4、5息吐いて、1、2、3、4、5息吸って戻す。1、2、3、4、5、で、先ほどの老朽もそうですけれども、同様に反対の手も行います。息吐いて1、2、3、4、5抜きながら1、2、3、4、5 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 1、2、3、4、5そして五穀ですね。1、2、3、4、5 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 吐いて、押して、吸って戻す。はい、以上5つご紹介しました。いかがでしたでしょうか。私はこう一通りやってさっぱりしたような気持ちが落ち着きますし、体がこれだけなんですけど、やっぱりちょっと楽になった感じします。皆さんもね、今こうコロナの影響でいろいろとこうストレスを抱えてらっしゃる方多いと思います。その中でね、少しでも自分の体に向き合って、あるいはこれセルフケアでご紹介しましたけれども、コミュニケーションというか、家族でね、ご主人にとかお母さんにとか、やってあげるのもとってもお互いにマッサージをする側っていうのがされる側よりも実は癒し効果があると、オキシトシンというね幸せ物質が分泌されるそうなので、家の中でねストレスもお互いあるでしょうし疲れも出るでしょうから、やってお互いにやってあげたり、自分だけでもセルフケアとしても、おすすめですので お試しください。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。コメント欄もお待ちしております。 See you!